やばいよ、今日面白いこと言ってもらおうかよ。すいません、関西人ですよ。はい、ゆいです。メラミです。マニアックステーション、マニステーション。はい、皆さんこんばんは。こんにちは、おはようございます。ゆいでございます。メラミです。ちょっとうるさいやな。もう今日はですね、はい、初めて、ね、お店で、ね、外のロケで初めてですね、はい、他の店のホーマーを今してるんですけども、ありがとうございます。なんとですね、新宿御苑にですね、はい、こちらのお好み焼きワイワイというお店に今日お邪魔してます。ワイ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 。ガヤがすごい。こちらの店ですね、この間の2丁目の、ぜひ行ってみてください動画の、はい、4店舗の中の一つの 1SQ というお店の、はい、ママですね、ゆうじさんが開いたお店でございますよ。はい、お好み焼き屋さん。はい、お好み焼き屋さんです。今日こちらで、普通にご飯を食べてきました。ご飯動画です、ね。はい、ご飯動画です。はい、まだオープンしたてなんですけれども、はい、今ですね、コロナの影響もありまして、アルコール類を出してない状態で、うん、時短で営業はしておりますので、ぜひぜひ、こちらもね、チェックしてみてくださいっていうのと、あと、テイクアウトもね、その家に届けることはできないんですけども、取りに来ていただければテイクアウトも可能みたいなので、うん、はい、こちらはぜひお店にお問い合わせをしてみてください。はい、はい、そんな感じで食べていきたいと思います。はい、今日ちょっとね、おばさん何も食べてないし、ちょっといろいろ選んで頼んでいきたいと思います。はい、頼むか。はい、すいません。はい、イケメンの方。おざはりなー。もうコーラ。コーラで。わあ、ジンジャーエールで。ジンジャーエール。はい。はい、じゃあ、この厚切りステーキ。ステーキ。はい、ありがとうございます。そう。いっぱい頼んでいい？はい。アボカド。全部頼んで。全部ください。大変。でも、全部ください。全部で。はい。嘘。困りました。全部？すごい、ベビリー。マジステーマジステ予算がたっぷりあるから順次できたものからご用意します。はい、お願いします。で、お好み焼き屋さんなのにお菓子が置いてあるんだけど、お菓子ダンじゃない。どう。どうもうダミ声で聞こえないんだから。ダミ声すぎて遠くに行くとどうかダンに聞こえ。私がダミ声なの。はしゃいだ。あったでしょ。やだ。そんなことないですよ。失礼するの。はい。してしまいました。ありがとうございます。これも前回もご紹介した YSQ のママのゆうじさんでございます。アピールがすごい。そしてですね。どうも。そしてですね、ワイワイこう喋らせて、あ、わかります。新宿御苑にオープンしました、ワイワイの店主のゆうじさんでございます。よろしくお願いします。ゆうじです。一つ言っていい？昨日の今日でお願いしますって言われても、ね、何のあれもないのね、マニステって。ごめんなさい、打ち合わせも何もね。実際 YouTuber 断ってるんだけども、でもまあ、めぐりさんのお願いだからさ、だってメニュー全部頼んでくれたしね。ね、ずっとお好み焼きをやりたくて、そう言ってたでしょ、20年前からさ。私が若い時からずっとやりたいって言ってた。そうそう、でもちょっといろいろやろうかなっていうタイミングがあったんだけど、ちょっとこっちの中でね、いろいろこうありまして、でも、なんと、ね、いい物件が入って、そう、ね、条件もよく、でもあれよあれよというものだったよね。1週間悩んだ、うん、でいろんな条件が良くなって良くなって良くなったから、うん、ゴーダーン。やっちゃった。まだオープンしたてなんだ。出ました、これね、当店自慢のね、これは牛タンステーキですよ、これね。めっちゃうまいの。1日3食限定だけど、そうめっちゃママ、はい、あったかいうちにどうぞ。はい、あのすごいゆうじさんがいるから食べづらいただきます。こんなもん、いただきます。でも勉強必要必要必要、マークできないと思う。
あ、そう、うん、いただきます。よいしょ、熱いなぁ。すごい。このままちょっと一回食べて。そうそう、ね、わさびとかつけたりしてもいろいろアレンジをね。うん、美味しい、柔らかいでしょ、うん、特別な調理法があるの、うん、調理法が、そう、それで教えていただける。ここぼしたら引っ張ったくわ、ごめんなさいね。いただきます。食べて、どうー。食べづらいから、食べづらい、ごめん。私静かにしてもう食べ方が可愛い、怯えながら食べる。うん、美味しい。あ、本当に美味しいみたい。メラビメラビ一瞬顔が固まった。美味しい、うん、美味しい、いただきました。どうキャベツとキュウリの塩昆布和え。塩昆布和え、美味しそう。これもね、私初めて食べた、この間めちゃくちゃ美味しくて、ご飯食べた。よし、じゃあ食べていきましょう。改めて乾杯。コーラジンジャーエール強い、面白いです。冷やしトマト、冷やしトマト、美味しそう。いや、どんどん食べていかないとこれ、ね、あの追いつかないよ、多分。うん、お酒飲みたくなっちゃう。一気に味濃いかなと思ったら、うん、こんなことになるね。うん、安食。はいよ。うん、こちら牛すじですね、牛すじ、はい、これなんだっけ、イカ天、おいしそう、めっちゃ美味しかった。イカ天、イカ天、イカ天です。美味しかったの、本当に美味しかった。これほろほろよだって。ほら、いただきます。うん、美味しい、うん、美味しい、美味しい、ありがとう。うん、すごい、トロトロ、トロトロだよね。脂がいいですね。いつもいいもの食べてないの？いつも何食べてんの、村上は？あ、お家でだった、うん、最近はカニカマをよく食べてます。ダイエットなんだって。ダイエット、なんでダイエットする必要ないじゃん。いや、結構あるんですよ。全然必要せないと思う。ユイさんの方がダイエットした方がいいかな。どう、ちゃんじゃです。ちゃんじゃクリームチーズ、のり、これは巻いて食べる感じ。そうそうね、わかる、しまわせちゃんじゃとね、かじめのりと、うん、クリームチーズで巻いて食べる。うん、美味しいに決まってる。チューっていう、これ枝豆ですね。これなんか焼き枝豆ですね。そうですね、枝豆とかを使う、食べてるのかな。枝豆純子さんです、ね、僕あることに出てくる。うまく完食、うまく完食。ちょっと汚い。美味しい枝豆。牛タンのユッケ、こちら牛タンのユッケです。すごい、牛タンのユッケなの、ね、これ美味しかったよ、この間。どんどん食べとこう。ユッケをいただきます。まあ、絶対美味しいじゃん。うん。いっぱい食べれるこれ。美味しい、牛タンユッケ。レモン。気になるんですよ。なんか熱い。ユッケだけですもん。熱い。キノコができました。こちらバターと塩コショウで味付いてるみたいなんですけども、お好みで、お好みで醤油を。いや、美味しそう。あ、こう。こっこい。うん。バター醤油って最強よ。そうですね、うん、一生食べられる。えのきうま。あ、エリンギがあるじゃないですか、ね、大好き、エリンギ。
ってだし巻き卵で、ね、美味しそう、綺麗。日々勉強よ。我々も、うん、美味しい。だしの、うん、いいですね、だしが。焼きうどん。これこそ、母の味ってことですね。あ、ね。ありがとうございます。知ってる人がいっぱい来ますよ、この店。怖い。さすがね、大福のママがやってらっしゃるだけある。うん、おいしい。おいしいよ。パンケー焼きに、パンケー焼きってもともとあるもんだろ。あ、どうなんですかね。僕が生まれた時にはもうすでにありましたけど。どっから取れてなかったんだよ。ちゃんと食べてましたよ。だからその YouTuber の、ね、YouTuber の言い訳みたいなの知ってる、こういうの。機体トラブルで、途中から取れてなかったんですっていう。あれ、言い訳なんだ。言い訳の大食いね、絶対いると思うよ。あー、確かに。はい、あの、イカバタ焼きです。はい、ちょっと待って、イカバタ焼きなくなっちゃった。イカバタ取れたら、焼きそばも来たの、焼きそばも。焼きそばも来てます。焼きそばもね、今、食べてる自慢のお好みは豚玉で。あ、関西だよね、メラミン。関西です。メインが来ましたよ、皆さん、メインが。うわー、やばードンブラコッコ。4個なっしょ。裏がないよ。裏がないよ。こちらはアボガドのフリットです。やってあげようか。あ、じゃあお願いします。失礼します。お願いしてもよ。もう食べられますか。もう食べられます。お願いします。もう食べます。あのさ、これ地域によって切り方違うじゃん。そうですね。関西はどうできるの。僕らあの扇状に。あー、これね、ちょっといい生まれじゃない、この子。あ、そうなの。本当ですか。だから切れ方によって違うんだって。へぇ、ちょっと、あ、扇状ってそれ。お、そうです。一緒。あ、一緒。やった。私、扇状ってあの帽子かと思った。あー、やだ、バカ、やだ。いい生まれです。いい生まれ。悪い生まれ。悪い生まれだ。生まれだ。高級店だとなんかこう、そうそう、帽子になってるじゃん、うん、で、マヨネーズハートとかになってるじゃん、ね。あ、ほら。こちらメインのね、豚タメだ。豚タメ。ユイスさん、豚タメ。マネムメンも。うるさい。こちらメインの豚タメですよ。また豚タメって言ったよ、今。ネタだけど。よいしょ。いただきます。うん。おいしい。おいしい。おいしい、いただきました。あー、